うごちま日でそれでは今回なんですけども、ユーチ t ペイ e 10月からのキャッシュレス消費者還元での還元率を簡単に解説、ユーチ t ペイ JP バンク身近ということで、今回はですね、ユーチ t ペイも含めてユーチ t に関する他の決済方法も解説していきたいと思います。 ということで、今回もおさらいです。10月からの増税に伴い、国が行うキャッシュレス消費者還元事業という取り組みがスタートします。これは画像にも出てる通り、このポスターが出てるところであれば、お店が提示する対象の決済方法で、キャッシュレス決済を行ったら2%もしくは5%がご自身に還元されるというものになっています。 実施期間は2019年の10月の1日から2020年の6月の30日ということになっています。それでは早速今回のお題でもあるユーチョペですが、まあ、調べたら一応還元方法などがすでに出ていましたね。還元率は先ほどもお伝えした2%もしくは5%。で、還元方法は、 対象店舗で決済をしたらご自身の口座に直接入金がされるみたいです。で、還元上限は月に1万5千円となっています。そしてこれがいつ還元されるのかということなんですけども、お取引の翌月末までに口座に入金されるということですね。なので、使った次の月には、ゆうちょの銀行の残高を確認すれば大丈夫ですね。一応、ゆうちょペンに関してはここまでなんですけども、ゆうちょ銀行自体は他にもいくつかキャッシュレス決済の方法がありましたので、そちらもまとめて サクッととお伝えしていいこうと思いますまずはこちら。多分使われている方もいらっしゃるかもしれませんが、こちらのミジカという誘致が提供するビザデビットプリペイドカードですね。還元率は先ほどもお伝えした2%もしくは5%で。還元方法は対象店舗で決済をしたら、ご自身のミジカに直接チャージされます。で還元上限は1万0千円で、これがいつ還元されるのかっていうと、取引の翌月末までとなっています。 次に、ゆうちょ銀行のクレジットカード、JP バンクカードですね。まあ、還元率は先ほどもお伝えした2%もしくは5%。還元方法は、利用代金を引き落とす際に、 対象店舗でお取引いただいた決済金額の最大5%を引き落とし金額と相殺するということになっていますで還元上限は月に1万5 0円ということですね最後に JP バンクカード ID ということでまあ、スマホ決済とかするときに使う方法ですねこれは先ほどとお伝えした JP バンクカードとほとんど同じで還元率は2%もしくは5%還元方法は利用代金を引き落とす際に対象店舗でお取引いただいた決済金額の 最大5%を引き落とし金額と相殺するということですねで還元上限は15000円となってますちなみに先ほどの JP バンクカードと JP バンクカード ID の上限金額は合算で1ヶ月15000円となっていますのでお気を付けください ということで、今回は4つですね、ゆうちょ Pay、m i j p バンクカード、JP バンクカード ID、この4種類の決済方法についてお伝えしました。まあ、個人的には出番は今のところほとんどないゆうちょ Pay なんですが、まあ、魅力的なところは、うちょ銀行と連携していると、直接還元された分が口座に有金されるということかなと思います。 ま、念のため今回参照したゆうちょに関するキャッシュレス消費者関係についての公式ページを下の概要欄にリンクを貼っておきますので気になる方はチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。